左から、日本の菅義偉首相、インドのナレンドラモディ首相、アメリカ合衆国のジョー・バイデン大統領、オーストラリアのスコット・モリソニ首相を帯、米合院戦略対話、または4カ国戦略対話は、戦略的同盟を組んでいる、日本、アメリカ合衆国、オーストラリア及び、インドの4カ国間における会談で、2カ国間同盟によって維持されている。通称はクワド。 対話は当時、日本の首相であった安倍晋三によって提唱され、その後、ディック・チェーニー米副大統領の支援を得て、ジョン・ハワード・ゴー首相とマンモハン・シンイン首相が参加し、開催される。対話は、マラバール演習の実施につながった。4カ国対話の定例化について、日本は安倍政権時代から目指してきた。しかし、地域の枠組みとして、 クワドの存在感を高めたい日本や米国に対し、印は伝統的に非同盟主義を取る中、対中法異毛の色彩が色濃くにじむクワドには、米同盟の一員とみなされかねないとの懸念が根強かったため及び腰だったが、2021年9月24日に、当時の日本の首相であった菅義偉は印側の歩み寄りを促し、クワドを 毎年開催することで合意形成に成功した。4カ国関係は一時期オーストラリアのケビン・ラッド政権の成立によって暗礁に乗り上げたが、アジア太平洋地域における米中関係の緊張が増す中で、オーストラリアの政策はアンビバレンスを反映していた。ラッド・ゴーロー・ドート政権の退陣と後継のジュリア、ギラード・ゴーロー・ドート政権の成立により、オーストラリアは、 対話に復帰し、その結果ティモール海とロンボク海峡を望むダーウィン近郊へのアメリカ海兵隊駐留に至った。対話は成長を続ける中華人民共和国の経済力と政治力に対応した外交的取り決めであると新聞やシンクタンクによって広く見られる。十一世紀初頭アメリカ合衆国の戦略はイラクとアフガニスタンに没頭しており、 この情勢はアジア太平洋地域の主要国の変化から注意を逸らすものとして見られた。これは成長した中国の経済大国化によってもたらされ、この地域におけるアメリカ合衆国の伝統的役割に疑問を呈するようになった。長期的に見てアメリカ合衆国とその周辺の民主主義国との戦略的パートナーシップを維持することによって対中、 柔軟封じ込め方針を追求してきた。日本、オーストラリア、インドとアメリカ合衆国間との同盟がこの方針の支えを作成する間、緊密な軍事関係の発展はソビエト連邦の崩壊から複雑な経緯を経ており、そしてオーストラリアの論評は中国を包囲する四、過国安保に対して複雑な態度を示した。 米印軍事協力の活発化は1991年のインド経済自由化に伴い、当時米軍太平洋陸軍の司令官であったクロードシー・キックライター中将によって軍事協力が提案された。さらに、この協力は初期のインド中道ウハレン・リーツ政権の下で1990年代中頃から拡大し、そして2001年にインドは、 アフガニスタン攻撃作戦を行うアメリカ、合衆国のために、領域内の軍事施設を提供した。陰統一進歩同盟政権下の2005年に、ドナルド・ラムズフェルド米国防長官とプラナブ、ムカジー国防大臣は、米印防衛新フレームワークに署名したことで、軍事関係での協力が増大し、防衛産業と技術の分担を呼び、 海洋安全保障協力フレームワークが設立された。米印は4カ国団は以前から数十回にわたる合同軍事演習を実施しており、中国への抑止を含む行動であると解釈された。インドの政治評論家、ブラフマ・マチェラニーは、新戦略対話を非米合意に委ねられる、アジアにおける新たなグレートゲームの一部であるとし そして、インドの外交官マハラジャ・クリシュナ・ラスゴトラは、アジアの安全保障協定の形成のためには、アメリカ合衆国の努力が不足していると主張し、アジアの正規ではなくむしろ、アジアのアメリカ正規であるとした。ジェフリー・ビー・コーラー中将らは米印防衛協定を、アメリカ防衛産業の潜在的有利を維持するため、アメリカ製軍事システムの販売を監督した。 それにもかかわらず一部のインド人評論家は、アメリカ合衆国の軍事協力は、イランとの関係悪化につながり、アジアの不安定化を招くとして反対した。また、南インド洋に展開する核兵器運用能力を、保有するアメリカ軍艦のゴアやコーチへの寄稿に、反対した。2006年の日米合参加国の安全保障対話で、オーストラリアの懸念にかかわらず、 チェーニー副大統領により合同会軍演習にインドを参加させると表明した。民主的平和論の概念民主的平和論の概念をモデルにした非米合意の防衛取り決めは安倍晋三首相の功績であった。4カ国はアジアの民主主義の子を確立すべく進められ、最終的に子は実質的に中国を包囲する体制となった。このプロジェクトは 中国の正規に対して、対中動向や民主主義の挑戦とも呼ばれ、アメリカ合衆国と協調するアジアの大国にとって始められる。中国が上海協力機構を支持するのに対して、新アメリカ安全保障センターのダニエル・トワイニングは、4カ国をアジアのナト o とし、軍事衝突の可能性を排除し、平和のための永続的基礎を置くことができるのであれば、中国は、 アジアの民主的リーダーになり得ると書いた。公式な指導と中国の孤立中国は、正式開催前の4カ国に対して、外交的抗議する。2007年5月のマニラにて、ジョン・ハワード・ゴー首相は、チェイニー副大統領の主張に応じて、1月後に開催される、東京近海での日米会場演習にインドと共に、参加することを表明する。さらに、 同年9月には、ベンガル湾にて、海軍演習が開催されこれに、オーストラリアも参加する。これらはさらに2008年10月東京での日印安全保障宣言の署名により、相互の航路安全と防衛協力を促進させる。それ以前に、日豪間では2007年3月に、日豪安保共同宣言が署名されている。4カ国イニシアチブは、 ブッシュ政権とデリーとの関係改善しこれにより中国を包囲するという印象を与えた。日印間の安全保障宣言はアジアにおける日本の戦略的パートナーのリスト外の存在を健在にし中国の存在を引き立たせた。こうした動向は中国を制度的に阻害させるように見え、東南アジア諸国連合はワシントン中心のアジア同盟を促進させる。 中国が標的ではないという議論安倍政権を引き継いだ麻生太郎首相は4カ国対話後に調印された日印協定において中国の重要性を軽視しており中国への言及があったのか我々には中国含めいかなる第三国も目標に定めていない。都市インド外務大臣シャンカルメノンは防衛協定が日印間の貨物運輸貿易に関わる長年の 懸案事項であったと主張し、特に中国を目標とはしていなかった。2008年1月にマンモハン新人首相は中国訪問の際、胡錦濤国家主席と温家宝首相との会談にて4カ国対話について質問され、インドは中国の努力に関わる任意のいずれか一部を含んでいると答えた。ラッド政権4カ国関係における 欧州のアンビバレンス中国の軍事支出と弾道ミサイル能力への懸念は2007年キャンベラ防衛ブループリントにて解説されるようにアメリカ合衆国との防衛協定締結に向けてオーストラリアが主体的に動き出すのを助けたオーストラリア戦略政策研究所のサンディ・ゴードンは類似し考慮すべき問題に基づいてインドへウラン販売を推奨しそれを アメリカ合衆国が講演したことが中国の台頭に対抗するように見えた。中国の怒りは4カ国対話が始まる前からオーストラリア国内に不安を巻き起こしていた。ラッド労働党政権オーストラリア首相に就任したケビン・ラッドは日本訪問前に中国の楊気良し外務大臣を訪ね豪中外相会談でステファン・スミス豪外務大臣は四カ国対話からの 一方的離脱を発表した。オーストラリア国内では、米中関係の不確実さにより、オーストラリアの経済原則を揺るがし、中国は、その原則に沿った戦略的パートナーではなかったという事実により、これを強化すべくこの決定をする動機となった。ラッドはさらに対立している地域のエスカレーションを恐れ、アジア太平洋連合を介して、 これらを拡散させようとした可能性がある。何より、すでに豪中間の経済的つながりは、以前より、緊密なものになっており、日米との温度差があった。幾人かのアメリカの戦略化的思想化は4、過酷対話からの離脱を批判し、アメリカ国家安全保障会議も、元アジア担当者であった、マイケル・グリーンによれば、ラッドはその目的を達成するため相当な、 外交的努力に傾倒し、4カ国対話からの離脱は中国を喜ばせる結果になったとした。ウィキリークスで明らかにされた内容には、米国大使、ロバート・マッカラム・ジュニアにより書かれ2008年12月に発表された対抗で、ラッドは4カ国対話からの離脱についてアメリカ合衆国との協議を実施しなかった。豪州の戦略的、 計算2009年11月、米印関係改善を目的としたバラク・オバマ、米大統領の外交努力は、大国間での軍事同盟の進化が地域内でのエスカレーションに役立つ都市、インドとオーストラリアの両国に対し継承を促した。アナリストのジョンリーによると、現実主義者は、ニューデリーは均衡を保つことに慎重であり、 1947年のインド独立以来北京と競合していた中印間の重要な緊張は係争中のアルナーチャル、プラデイシュ州とチベット高原に配備された核兵器であった。ラッドの計算は地域の経済大国としての中国が日米同盟が制約を超えて地域国に関与することを望まず2007年の4過酷対話に終始嫌悪感を抱いていると見ていた。 ギラード政権合労働党内での対話支援2010年6月、ジュリア・ギラード首相への交代は、オーストラリアの外交関係の変化をもたらし、アメリカが主中国との関係強化と中国との距離を、奥政策に転換した。オーストラリアン氏は4カ国対話について、オーストラリアの防衛問題に絡めて、後半に記事を書き、ラッド政権との交代後、オーストラリアの国益は、 長年の盟友であるアメリカ合衆国を支えることによって地域における優越性を維持できるとされた。アメリカ合衆国によるギラード政権の和解と4カ国対話への復帰にもかかわらず対話についてトニー・アボットとゴージ・ユー・党は4カ国関係を残したラッドの最初の決定を批判の対象とした。北、ゴー州への米海兵隊の中流インドへの ウラン売却を実施しない、オーストラリアの決定は4カ国同盟の弱体化を招き、合人友党は批判の動きを示した。しかし、野党は、チモール海とロンボク海峡を望むダーウィン近郊へのアメリカ合衆国の軍事プレゼンスに対するギラードの政策を支持した。インドは依然として各不拡散条約の調印を拒否しており、アメリカ合衆国の支持の下で、 ヒラード・ゴーロー・ロー党政権は、その後方針を翻して、インドにウランを売却するとした。民主党、政権2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙の圧勝で、政権を獲得した民主党は、鳩山幸男内閣を成立。外交安全保障政策では防衛計画の大綱を改定しそれまでの方針であった。 基盤的防衛力に代わり、動的防衛力を打ち出し、自衛隊インド洋派遣の撤退を決めた。しかし、普天間基地移設問題では、日本国内を混乱させただけでなく、日米関係にも大きな影を投げかけた。2010年9月7日に発生した尖閣諸島、中国漁船衝突事件では、後に、事件関係者で身柄を拘束されていた。 中国人漁船船長が異例の速さで釈放され、日中台で抗議デモが発生。事態の沈静化を図る日本政府は、事件発生時の海上保安庁が撮影したビデオの限定公開に踏み切るが、日本の世論を納得させることができず、尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件を誘発させる。一連の経緯によって、日中関係は悪化の方向をたどる。 2012年、私有地であった尖閣諸島をめぐり、東京都知事、石原慎太郎は、東京都による購入計画を明かす。これに対し中国政府は反発し、日本政府は、事態の沈静化を図るべく国有化を検討する。同年9月11日、私有地を国有化したものの中国各地では、反日デモが発生、やがてデモは暴動へと発展し、 在地日系企業が襲撃される事態に至った。次第に、暴動は人生化したものの日中関係は悪化したままであった。菅直人内閣下の2011年3月11日、東日本大震災が発生し、在日米軍は地震被災者救助のため友達作戦を発動。この震災でオーストラリアは空軍の C-17 大型輸送機を派遣している。 震災直後に発生した福島第一原子力発電所事故の影響で日本国内では電力不足が現実化し東京電力管内では臨番停電が実施されるに至った東京電力は代替発電手段の獲得に走っていたがそのような中で対発電公社はガスタービン発電設備を無償対応している 2012年9月2日に成立した野田内閣では市川康夫、田中直樹と続いて防衛大臣が任命されていたが、いずれも大臣としての資質を問われる問責決議が原因で辞任し、初の民間人起業となる森本里氏が任命され、北朝鮮によるミサイル発射実験では迅速に対応した。また、同年12月27日には、 武器輸出3原則の緩和を発表し、日本と安全保障面で、協力関係のある国との間で、共同開発や、取引などが実行できる、可能性が広がる。第2次、安倍内閣民主党政権に代わって成立した第2次、安倍内閣は、東南アジア、艦隊平洋圏重視の外交方針を示し、第1次、安倍内閣下で推進していた。 自由と繁栄のこの方針を踏襲する形であり、セキュリティダイヤモンド構想として明文化された。これについて、多くの東南アジア各国は、アメリカ合衆国の太平洋戦略を補完して、中華人民共和国に対するバランサーとして演じる、ことに評価、期待するとした。特に、フィリピンは日本に大支援借款で巡視船10隻の供与を求め、 日本国憲法の制約も承知の上で海上自衛隊との踏み込んだ協力と連携を求める。安倍晋三首相は2013年1月16日から4日間の予定で内閣発足後の発外遊を開始。訪問先国はベトナム、太陽国、インドネシアで東南アジア諸国連合との関係強化を図る。ほぼ同時期に 岸田文雄外務大臣は1月9日から14日の日程でフィリピン、シンガポール、ブルネイ及びオーストラリアを訪問する予定であった。しかし、外遊中の1月16日に発生したアルジェリア人質事件に対処するため予定を切り上げ、18日に予定されていたインドネシアでの日程を中止し、日本に帰国する。また2013年1月15日、 改定されて間もない防衛計画の対抗は、凍結され中期防衛力整備計画については、廃止が決定される。武器輸出3原則の緩和と、合潜水艦開発計画2012年1月、オーストラリアの専門家は、日本の潜水艦は未知数であるとして、コリンズ級潜水艦を代替する次世代潜水艦の建造計画の候補として、 総流型潜水艦を調査の対象としていると伝える。オーストラリア国産のコリンズ級潜水艦は問題を抱えており、一部筋からは豪ドル高を利用して外国から購入すべきという意見が出ている。翌2013年1月、日本防衛省はオーストラリアの潜水艦開発に技術提供を検討していることが伝えられる。 すでに同年5月にはオーストラリア海軍本部長がクレ基地を訪問し総流型潜水艦を視察している。日米合員の枠組みによる協力体制の強化2015年7月、米合両軍による合同軍事演習、タリスマンセーバーに自衛隊が初参加、非米合で上陸訓練を行った。また、日本は各国との間で、 協力体制の強化を進めている。物品役務相互提供協定自衛隊と他国軍の間で食料、燃料、弾薬、輸送、医療等の物品や役務の相互提供を可能とする物品役務相互提供協定の締結を推進している。アメリカ合衆国のシンクタンクである新アメリカ安全保障センターによるとアメリカ合衆国は アジア太平洋で増大する経済力を背景に影響力を増す中国に対応するために4カ国対話を推進し列強の競争、軍事力の増強、社会的不平等、そして現代の勢力争いのすべてはアジアで引き起こされているとした。新アメリカ安全保障センターは民主的であると認められた国家との間で一連の同盟を樹立することは アメリカ合衆国の国益を促進するとした。共和党と民主党の双方の著名な政治家は2008年アメリカ合衆国大統領選挙においてアジアでのより積極的な外交政策の支持を表明した。バラク・オバマ大統領は国際連合安全保障理事会で中国とロシアの影響に対処するため民主主義国間の新たな世界的協調を呼びかけた。 オバマ政権の主要関係者が関与したプリンストンプロジェクトの最終報告では民主主義国家の新たな協調を建設する必要性が求められた。ヒラリー・クリントン国務長官の下にあるアンマリー・スローター政策企画本部長はプリンストンプロジェクトの最終報告を作成し、そこでアメリカ合衆国、日本、オーストラリア及びインド4カ国の軍事協力を 再構築することを要求した。共和党のジョン・マケインは民主主義国の同盟を、そしてルドルフ・ジュリアーニは民主主義国で軍事的に可能なアジア諸国を北大西洋条約機構に取り込むべきとした。四カ国戦略対話の発展は中国軍の近代化と連動し、また台湾海峡での偶発的事態に対しては、 戦力投射能力を備えるとし、一部のアメリカ政府関係者は、南シナ海での中国の勢力拡大の懸念として、海南島沖合でのアメリカ軍艦 T、T エゴス -23 インペッカブルと中国軍艦艇との衝突事件を引き合いに出している。ありがとうございます。